目回ってるみんな。もっちゃんオツオツです。すっぴんだし、もう朝からもう化粧全くしてなくて、けど前髪は昨日の夜に切ってって感じ。ありがとうございます。画面がにぎやかになってる。いや本当にあの公演がもうちょっとだから、あのやばくて、はい、やばいです。ちょっと熱もなんか地味にあるんだよね。気持ちでどうにかしてますけど。今日はね、どんぐらいしたっけ。今日7時間あ5時間ぐらい練習しました。けど今日しんどすぎて、あの23日ココハの生誕やった、出られる、ココハの生誕嬉しい。いや気持ちでどうにかしてるんだよね、気持ち。でもえそうなんだよ、薬を買おうと思ったんだけど、さっきまで練習してて近くのあの薬局があの閉まってて薬が買えないっていう。やばいんですよね本当に。風邪でもなんかアレルギー説もある。アレルギー説があって、あのワンちゃんアレルギー、風邪とかうつす系じゃなくてアレルギーです。いやほんとごめんなさい、11いなかった。11いなかったらごめんなさい。いや大丈夫ですけど、そのために今日も遅くまで練習したので。アレルギーで咳出るんだよ、咳出んの本当に。じゃあ行きます。じゃあ測るか、熱。ちょっと待って、え、どこやったっけ。え、どっか行った。はい、じゃあちょっと熱を測りたいと思います。え、今日もう50回ぐらい測った。ココハにまた、もうやだそれ、測りすぎやだって。体温計を兵庫から持ってきたわけですよ、熱あったらやばいなと思って。でもなかった。今日なかった、50回思った。え、けど20回ぐらい測った。これはマジ。50回ちょっと盛りすぎ、30回思った。いやそうなんだよね。え、でもアレルギーなんです、アレルギーです。アレルギーなんです、アレルギーです私。え、今はね調子悪くない、元気なんで、食欲もあるし。あるんですけど、レノバンは、お、あ、でもこれはね早いからね。ないよ。まあまあまあ、これぐらい。もうこれぐらい誤差。誤差です。はい。誤差誤差。何アレルギー？え、なんか、あの、気圧、寒暖差、公開体温。え、ないよ。え、ないから。くねんと、え、ない、なんで見せたのレナ。平熱は35度8とか7とか。朝メールは普通に寝てました。普通に寝てた。え、かわいい、ありがとう。熱ないよ。そうそうそう、ダンス踊った後だから。ちょっとね体温が
え、全然大丈夫だよ。え、元気、マジマジ元気。マネージャーさんにも言ったもん、食欲もあるし元気なんですけどまちょっと少しだけみたいな37度何トレーの投げる準備ね、みんなに会いたいから私は頑張るんです平熱37度だよ元気なんだって本当に大丈夫。え、なんかみんなに言いなさいって言われたからって感じ。平熱37度なので私大丈夫です。はい、会いたくない、こちら側会いたくないのこちら側も会いたいかなと思って違うんだ、高速バスが中に入った瞬間、やだねそれ。ビタミンたくさん取って暖かくして寝るんだよありがとうビタミンってさ何で取ればいい、食べ物レモンとかコンビニにレモンさ取るかな、会いたいけどこれからいっぱい会えるし、あ、フルーツ、え、待ってフルーツ買いに行こっかな、そうやねんな。あ、みかんいいねみかん売ってる、コンビニにいちごとか売っとうかな、レモン丸かじりえ、フルーツ買いに行くわ後で普通にアレルギーやね、だってさくしゃみとか出るし、くしゃみ出るしあ、冷凍、え、なんかさめっちゃでっかそう、冷凍ミカレモン丸かじり、スーパー行ってレモン一玉買ってこようかな、あ、サプリね大丈夫大丈夫。あ、ちょっと待って、みんなに見せたいものがあって、なんだと思いますか、なんだと思う、見せたいものがあるんだよね、みんなに。どれだっけ、どこにしまったっけ、レバー。みんなに見せたいものがあって行きます、いきます。じゃーん。可愛くない？皆さんこれはゲットしてますか？しようと頑張ってますか？めっちゃ可愛いっしょ。さ、こっちの方が絶対いいよねこれこっちだよ可愛いよね、これ可愛くない、こっちあのハートついてるの可愛い、じゃあ可愛いっしょね、名札なのかこれ、いいじゃん、でも名札だったらいいね名前知らないのはい、名前紹介しますクリアカード可愛いよね、可愛くない、ハートがねついてるのが可愛いですね、私もあんまりよく見てなくて メルカリで売ろっか、じゃあ、え、可愛い、ありがとう、なんかさ全部この写真でさ、なんかこれが一番良かったんだろうけど選んでくれたでしょきっと、
このビジュがあまり良くなさすぎてこれがなんか一番なんだって思いましたね。はい、これが一番なんだって感じですね。元愛かきれなさんだってかきれさんね、ランダムだからね。 C いやハートなんですけど、 C ポーズよくしてる。なんだろうか、なんかあのポーズがなさすぎて現地でできんのこれ。ハートが可愛いのかきれなが可愛いから、ええー、ありがとう。ほらね、くしゃみ出るでしょ。くしゃみだからあのあれなんですよくしゃみだからあのアレルギーなんですよ本当に。はい、そうなんです。グーポーズ何これ、わかんないけど、くしゃみだよ。こんばんにゃ。あさって、休園じゃないよ、あさって公園だよ。5連発やばい、6発はどっち育児のチキシーだったなんかいろんなポーズをした覚えがある。現地で買えんだ、シーナグーポーズ2時20に聞くの、鍵の見れなくて残念。いや出れるからポーズは決めたのが付き合ってない。あ、いいよ、どんなポーズなんだろう。え、寝たよ、全然全然寝ました、寝ました。なんか普通になんか今週で一番今日がなんか練習したかなって感じで、もなんか今日が一番しんどくて、なのにあの今日一番なんか練習しちゃってまあそうなんですよ。なんかあの家なんかあの家でやってたら番号がないから、あの本当に分かんなくて覚えられないんですよね、立ち位置が。ランダム意外とか、あ、みんななんかランダム系はみんなあまり変わんなさそう。出ない次に好きだからじゃあちょっと何言ってるのか分かんなかった。だってそうでもしないとさ好きになってくれないかなと思ってあ、19の公演が当たりました。なんだ18、19。アレルギーとか嫌だよ、ほぼに確認アレルギーノーかな。え、そう、なんかあの床に貼ったんですよ、床に貼ったんよ家のね。言ったよねこれ、言ってないっけ。なんか家の床に貼って頑張ってあのガムテープでつけて好きって言うよ、好きってならんから。え、やばー、ひどくない。あ、80日だって。え、待って、80だからさ今日こんなハートのさやつな、なんかわかんないけど、いや、バレンタインか。あれ80って何もないの、ひど80って何にもないんだね。いや、頭も本当に回んなくて、で床にあの貼ったんですよね。ココアのセーターね、当てたいよね。で床に貼って、え、そう、リビングに、でテレビの前に貼ったんだよね。貼っ
ってで次の日にあの2階にあ1階に降りてあの朝によし練習しようと思って床見たら何にもなくてで なんか2月29、100日イエーイあ次100かであのあ違くないダメだったであのあのなんでだったもんえそうお母さんがあの何これみたいな何貼ってんのみたいな前日に言ってたからだからあのうわやられたと思ってお母さんにやられたって思ったんですよえそうブーちゃんか猫かなと思ってであの思ったら尻尾ありますサインにって思ったら誰のせいだと思いますかじゃあ1お母さん2犬3猫4その他え誰やと思うあじゃあ5お兄ちゃん誰やと思いますかあじゃあ6お父さん7あ猫多いねあ犬も多いねやっぱ猫がこういうのって好きじゃんあの爪でガリガリガリって正解はルンバですやばくないなんかさあのルンバが止まってて家の端にでなんかあれと思ってなんで止まってんだと思って充電切れとか思ってあの見たらあの足に3とかついててあのルンバのもじゃもじゃの足に3とかさこいつやばと思ってさえけどさなんか例えばさお母さんとかがさあの剥がしたらさえなんでそれ剥がすのって言えるじゃんあの昨日頑張ってさ10分ぐらいかけてさその10分練習できるけどあのこれ番号貼ったのにみたいなこう当たりどころがあるじゃん当たるとか最低だけど当たりどころがあるんだけどルンバにやられててしかもさなんか詰まってんのあの3番が詰まってて止まってんのえもう何止まってんのお前みたいなちゃんと掃除できねえなら吸うなよとか思ってさルンバにめっちゃもあのちょっと怒っちゃっていやマジさルンバひっくり返して足見たらさなんか番号あるんだよめっちゃムカつかないえなんかさテープの切れ端とかさちょびんぐらいだったらさうわ最悪全部吸われたぐらいになるけどなんかさーみたいなのあるんだよえもうやだルンバやりやがったと思ってそうやばいよね本当にそうなんですよ、まあ、ルンバからしたらなんか普通になんだよこれみたいなこんなもん吸わせんなって多分思ってたけど詰まるだろうみたいなそうえそうそうそうルンバあれなに絶対おこだったけどそうなんですよね掃除させられましたうわこれ言ったらよかった自己紹介であでもなんかで言ったことあるんだよね誰に言ったんだっけマネージャーさんに言ったのかもマネージャーさんに言ったわ多分確かえ誰だっけ誰かに言ったんだよねこれそうなんですよなんかルンバの数値かなっていうかあのなんかあのもじゃもじゃにやられたんだよねきっともじゃもじゃの足にオレオレオレみたいなでビリビリビリみたいな感じ記憶から消すから言っていい本当に言ったらよかった言ったらよかったですね言ったらよかったわまあいいやまあいろんなこと いろんなこととかえなんかさ毎回さ毎回というか前の自己紹介もあのなんだっけあ例のMC ネタ今消えましただるまやば短髪来た
そうなんですよ。なんか前もMC でいや貼り直してない、もうもうやられると思ってまたもう、あのもう一回してもやられると思ってもう貼ってないです、はい。断髪だるまが来ました。癒されない、嘘ね、さやね忙しいから両立してますのでね、まあ、両立してる子はあの花花とかもココとかもねみんな大変なんですけど、なんか体の毛がある。あ、ペンラだ、ありがとう。ルンバやばいよね、体調崩したのかけ、崩してないよ体調。今日もだるまありがとうございます。ウケる、やば、ありがとう。好き、大丈夫だよ。掘るか、え、なんかさ、あの小学校の時にさなんか5本セットの彫刻刀みたいなあったよね。え、ルンバ水出ない、あの水出るやつはなんかあの布挟んで水出るやつみたいな、布挟むやつはあるけど全然なんだか咳してる。聞いて心配してきてみたよ。え、誰が言ってたの、なんかやだね。お花からレッスン写真、お、いいね、語学切れな。みんなね、お化粧してないからマスクしてました。まあ、レナは映しちゃう、映しちゃうっていうか、アレルギーだから映んないんだけど。そう、彫刻刀で掘るかね、彫刻刀懐かしくない、あれ楽しかったんだけど、なんかさ、ちゃんとさ、彫刻刀の持ち方みたいな、こうですみたいな習ったよね、こう持ってくださいみたいな。でさ、なんかレナはさ、なんか彫刻刀の持ち方、教えられた持ち方が気に食わなくて、こんな持ち方で掘れねえよみたいな思って、でなんか自分なりにあの持ってたんだけど自分なりに持ってたんですけど、でもなんかずっと怒られてて危ないからみたいな、爪が立たないで、やば、めっちゃおもろい、ガタガタなりそう。わさびチューブね、もう一気にしたらどういうこと、咳しとうからかな、怪我してないよ、彫刻刀とかでね、ガリってやったことない。指と指、え、痛い、絶対痛いんだけど、やばいやばい、痛い痛い痛い、怪我するね。全然すぐなった、え、そうなん、すごくない。箸普通に持てるけど、なんか変わった持ち方しちゃう、やっぱり。けどなんか保育士の先生はなんかあのお母さんとお父さんが見に来るさ、なんか授業参観みたいなのあるやん、保育園とかでも、学校の先生曰く、それでなんか先生がちゃんと持ててませんみたいに言われるから、今のうちからお箸の持ち方はなんかちゃんとやっとこうねみたいな言われました、学校の先生に。ねえ、危険だよね、6年生でも危険じゃない、普通に。その時はさあ、彫刻刀今日授業で使うんだってみたいな感じで持っとったけどもう彫刻刀ないよ家に。あ、鉛筆削ってたね、クレームね、来そう絶対。ねえ、早く寝るわ。あの輪っかのやつね、あれいいよね。え、そう、数回しか使わないよね、2学期の授業だけですみたいな。ね、強制で買わされるわ。え、あとさ、あの絵の具セットってさ、中学生でも強制で買わせない、小中高3つ違うんだけど。レナ小学校はなんかあのパンフレットみたいな、なんか可愛いなんか長方形のやつで、
で、なんだっけな。長方形で、明日もね、病院に行けないんですよね。てか怖くない？名古屋で病院一人で行くとか。無理なんだけど。全然知らない場所。保険証とか持ってないしね。なんか引き続き、使えるのに、なんか買い替えたんよね。中学も買い替えたし、高校も買い替えた。全然使ってない。だから、後ろの席の子が、なんか絵描くの好きで、高校で。で、なんか高校でこないだ授業終わったから、美術の。で、なんか絵描くの好きやんな、何々さん、みたいな。言って、今保険証持ってない。で、絵の具いる？みたいな。言ったら、欲しいですみたいななって、あげますってなって、で、絵の具あげてめっちゃ軽くなりましたっていう。いい感じ。協力しました。なんか白とかでめっちゃ欲しいみたいな。全然レナ絵の具使ってなかったからさ。そう、白2本ともあげて。なんか白ってさ、2本、あれやん。敬語な。いや違うよ。違う、全然敬語じゃないけど。欲しいです、あげますよ全然みたいになりましたっていう。箸の持ち方ね、ちゃんとしますね。柔道着が学校に捨ててきた。やばー、めっちゃおもろいんだけど。柔道着してんの死ぬ。おもろ。あ、バケツみたいなの邪魔やった。え、グラデーションできないよ。白マニアック色。え、グラデーション。グラデーションなんかさ、なんかの授業でやったんだよね。そしたらもうやばすぎて、下手くそすぎて、美術の成績がめっちゃ下がりました。めっちゃ下がった。公演頑張ります。グラデーションのせいで、なんかさ、一部のグラデーションとかやったらわかるやん。やけど、画用紙全部をグラデーションにしようと思って、なんか青かなんかのグラデーションにしちゃおうと思ってしたら、背景がめっちゃ下手くそだから、全部引かれました、点数。そう。けどね、2学期は上がってた。1学期に2学期に下がったんだね。1学期はまあまあ良かったんだよね。なんかさ、1、2、3学期さ、全部さ違うやん。なんか絵の具使ったり、粘土使ったり、折り紙だったりみたいな。そう、マジ絵の具嫌いなんだよね。熱も一回引くよ。じゃ、みんなさ、熱あるって言わないでね。ないから、普通に言わないでね。え、あったよ、校舎書いた。校舎書いた。うちの卒業。いいね。楽しみですね。テスト9点は地理なんですよ。え、地理言ったっけ？28点ぐらいあったんだよね、今回。言ったよね、確か。言ってないか。言ったっけ？28点か26点か24点だった。余裕。ねえ、みんな言わないでね。内緒でお願いします。拡散しない。明日には治ってるから。治ってるというかさ、ダンスした後だから。全然ないんだけど。はい、やめてください。拡散やめてください。これで拡散してください。じゃあもう一回測ってみます。次は右で。並列より、並列なんだけど、もうどういうこと。てかこれ絶対こうやと、何、もうやだ。低いね、逆に。いや、でもなんか6度6とかやったんよ。だからナイスと思って。
低かった、さっき何度だった、5度9だった、え、さっき何度だったっけ、見てなかった、5度、ね、誤差やばいよね。でもほらこれ誤差だよ、誤差じゃないだからあのダンスだってほらないです、このキャッシュないじゃん、熱レナの席が演技説があるぞ平熱ですね、治りました一瞬で治った。え、なんかでもさ、なんかずっともううろちょろしてるんよね、だからあれなんかな、ちょっとこうやって落ち着いてたら戻ったりみたいな、体はめっちゃだるい体、え、でも今は大丈夫、なんか4時間ぐらい前3時間ぐらい前かな、めっちゃしんどくてもう何にも頭が動かなくて、その時にめっちゃ体がだるかったけど、それ以上はもう大丈夫、なんか動いたら大丈夫だった、なんかそれ急いで帰ってきて安心して、そう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 だよ、やばい57分やばいね、エミリー、はい、ちょっと安心してもらって、そうなんだよね、花粉花粉っぽい、はい全然元気なので、はい、もうね、もうフルーツも食べずに、あ、明日の朝フルーツ食べるわ、朝、うん、すぐに寝ます今日は、はい、寝ます、あ、ポカリとアクエリアスとかを、と果物買うわ、でレッスンの前に食べます、食べて飲むそしてたくさん寝ます、たくさん食べます、夜更かししませんね、寝るのが一番だよね、でも今日ね11時くらいまで寝たんだよねそうそう10時半ぐらいかな寝て、でメールもせずにごめんなさいねごめんね、ね、まだ58分58分だよ、あ、ゼリーとかいいね、なんかあったら、いや人工呼吸やば、なんもないわ龍角散で一回さ、死にかけたことあるからな、あ、それは嘘なんやけど、めっちゃ気分悪い、龍角散食べすぎて4時間でもう10個ぐらい食べてもって喉痛い時にやばい、終わる、みんなおやすみ、ごめんみんなメール全然送れんくて、じゃあ楽しみにしててね、土曜日会える人は、ありがとう、おやすみなさいおやすみ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 、大丈夫です、私は元気ですおやすみ、またね、ありがとうみんな、ありがとう、おやすみ、みんなも気をつけてねおやすみなさい。